93式小火炎発射器、100式火炎発射器は、1930年代に開発された大日本帝国陸軍の個人、携帯型火炎放射器、俗称は93式火炎放射器、100式火炎放射器など、品事変、第二次世界大戦における、日本軍の主力火炎発射器として使用された。落下山降下後に装備を整え展開後、93、 式内市100式火炎発射器を保持している陸軍、落下山部隊の低身兵、大正時代から開発が行われ、従来正式兵器とされていた、個人形態型の一号火炎発射器の後継として、開発、1934年に93式、小火炎発射器として、正式制定された。なお、旧式である一号火炎発射器は93式と、入れ替わりで正式を廃止されている。 構造は背負い式燃料タンク2個の間に噴射用の窒素圧縮タンクが連結され、燃料にはガソリンとタールを混合させたゲル状燃料を使用した。燃料発火方式には当初は電熱線による点火方式が取られたが、満州方面など寒冷地などではこれらの発火方式では不向きとされ、後に拳銃弾による空砲点火に変更されている。伊手が保持する。 発射塔の後部には開閉ハンドル、全部先端には空砲用の回転弾層と撃発機構を内蔵した円筒が設けられた。伊手がハンドルを開くと燃料が発射塔内に吹き出し、同時に空砲が撃発して燃料に点火する構造であった。伊手がハンドルを閉じると燃料が遮断されるとともに弾層が回転して次の空砲が用意される。 93式昇火炎発射器の改良型として、1940年頃に100式火炎発射器として正式制定された。構造は93式とほぼ同様であるが、発射用のノズルを筒型調整式に変更したことから噴射距離の調整が可能となった。使用回数としては1回につき1秒間使用したとして10回程度の噴射が可能であった。太平洋戦争において、 93式内市1 0式、火炎発射機を使用する陸軍の兵士これらの火炎発射機は主に不評、公平部隊に配備され、日中戦争、太平洋戦争において、陣地攻撃や奏者等に対応された。日中戦争では、国民革命軍や抗日ゲリラ相手に、太平洋戦争では、初戦の一連の南方作戦を筆頭に、マレー作戦、ビルマの戦いフィリピン攻略戦など、 各戦線で効果的に使用された。乱印作戦では、空の新兵小鳥陸軍落下山部隊によるパレンバン空艇作戦に使用予定であったが、火炎発射器を積んだ物量箱が風に流され、予定位置に降下しなかったため使用できなかった。なお、1944年に公開された映画、加藤春戦闘隊では、 劇中パレンバン空挺作戦のシーンにおいて93式内視100式火炎発射器を装備し、当地下に対し火炎放射を行う低進兵の戦闘模様が描画されている。防衛戦が主体となった対戦後半において火炎発射器を効果的に使用することは難しくなったものの各戦線に配備されていた。洋刀の戦いを控えた栗林忠道陸軍中将ナビキカの 小笠原兵団もその一つであり、1945年3月8日、公開の日本ニュース第247号では、陸軍指揮下の海軍陸戦隊の兵士が93式内市100式火炎発射機の実訓練を行う姿が捉えられている。なお、1 0式の配備の遅れから93式をもって1 0式の代用とされることも多く、また、93式内市1 0式の一部は、 正式廃止となった一号火炎発射機とともに海軍陸戦隊に供給されていた。ありがとうございます。